がが新宿方画面の左に留置線がある高畑不動駅4.5番線ホームから見た高畑不動建築。奥が新宿方。画面の奥及び反対側にも留置線がある。高畑不動建築は東京都日野市にある京王電鉄の車両基地。京王電鉄第二の車両基地である。高畑不動駅の北側に1925年に 多摩南電気鉄道の車庫として開設され、後に、京王電気機動、東京急行電鉄の所属を経て1948年に、京王帝都電鉄の所属となった。高畑不動駅及び、高畑不動検築を、多摩都市モノレール線がまたぎ、直下に、東京都道、神奈川県道503号相模原立川線が、京王線、京王動物園線をくぐっている。また、 高畑不動検築には、京王線飛田急、京王八王子館及び、相模原線京王玉川橋本館、高尾線、動物園線、競馬場線の補選を担当する、高畑不動補選区が併設されている。京王線系統の車両は、この高畑不動検築と、相模原線若葉台駅北西の若葉台検築の肉体制となっている。駅西側から北側にかけて、 多くの留置線が設置されており、車両留置に使用される。駅東側に、京王線に沿って、車庫と留置線が設置されている。高畑不動駅始発、終着の列車は、この留置線から本線に進入及び本線から留置線に進入する。ありがとうございます。